可愛い私の子供たち。今日はお前たちの誕生日。お前たちの望みを私に聞かせておくれ。罪を言ってごらん。私ね、人間になって人間のプリンセスになりたい。お前の望みは途方もないこと。それは決して果たせない夢でしょう。でも私絶対に人間のプリンセスになりたいの。妖精の見る目は誰にも止められないもの。自分の思い通りに生きなさい。次に目が覚めた時、あなたは人間の子供になって、自分の力でどこまでも夢を奪い。